第1回フットボーリング対決イエーイ来ました。また考えますよね、いつも。これはもうルールはもう簡単です。もうボーリングと一緒、こいつらを倒していくわけですよ。ただ手で転がすんじゃなくて、僕たち足が商売道具、商売道具出てこない。そう、足が商売道具なんで、今日は足を使ってこのピンを倒していくっていう対決をしていきたいと思います。5フレームで戦っていきたいと思います。でもちろんガーターもあり。はい、ということで、じゃあ今日はもう撮影ももう結構撮ってるんで、今日もうお腹も空いたというふうに、はい、昼飯をかけて対戦したいと思います。一番燃える、よし、昼飯もうガチンコ対決なんで、いやちょっと今度遠いからね、今度場所的に、場所的に遠いんですよ。次やります。今度それでは早速やっていきましょう。 GO！さあやってまいりました、フットボーリング対決。大事な対決、いきなり先攻後攻じゃんけんを決めたいと思います。じゃあいきます。もちろん一番最初はシーサーじゃんけんポン、よーマジ強いこの人、シーサーじゃんけん。シーサーに愛され、すべてのシーサーに愛され、高校で、高校珍しいですよ。よし、一投目。いや、どんなしてっけど、インサイドがいい。迷うな、これ。どういくのか、とりあえず、最初インサイドでいく。よくありやすね。いや、むずい。よし、うわー、やったー、ガーター。上狙ったら、上に行った。さあ、それでは、行きたいと思います。さっき1本だったからもう結構気持ち的に余裕なんですよ。なんでなんとなくやり方も分かったし、しっかりストライク狙いたいと思います。いきます。おお、あ、日本、日本だよ、日本、日本か。イエーイ、まだ大丈夫だよ。これ乗ってるのど真ん中だったから、いや、これやっぱただど真ん中に当てるだけじゃダメなんです。上に当てるか下に当てるかによっても変わってくる。オッケー、2本目いきます。3本。やっぱこのサッカーの癖が出るよね、コースを狙ってしまうみたいな。真ん中じゃなくて最初真ん中当てたくせに。アンパイを振り入れて、男らしくないな。いけ、うわうわ3本。よし、今の感じで行こう。行きます。あー、やった、ガーター、やったぞ。ストライクむずいな。ストライクむずいよ、これ。やっぱ強めに蹴らんといけんね。うん、強めに蹴ってもいかんから、ストライク。あ、なるほどね。か相当当てるところ良くないって。わかった、カーブで、カーブ多分そっち系の方がいいけど、ね、ボーリングカーブかけるさ。あると同じ、カーブかけてグイッと曲げて、いろんなとこから、ね、バン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 行きたいと思います。あーよっしゃー、ガーター来ました。やばい、初めて外した。うわ、一気にこんなプレッシャーになるんだ。一回外すだけで。行ったれ行ったれ、ガーター。もう一度カーブで、ちょっと低めで。やーよしここで一気に形勢逆転、一本リード。よし、3フレーム目いきます。1投目、ちょっと今度はインサイドでコース重視でいきます。お、いいこと書いてくるね。いやー、これいい、これいいな。ちょっと3本取りました。ただこれスペア取るのはちょっと難しそうですね。右の方が多いから右側狙います。いやー、とか言って左まだいける、まだいける、まだいける。逆転の翔ちゃんと言われたこの私、行きたいと思います。さっきちなみにな、ゼロいきます。よし、行ったれ行ったれ。もう一回ゼロでも面白いぞ。よーガーター3連続ガーターはでかいぞ。いいぞ。もう対決の翔ちゃん今日は調子悪いね。やばいな、自分でいつも企画持ってて自分で勝つけど今日ちょっと調子悪いね。調子いいこと言ってるな。いきます。いいよ。あれ、一本？むなしいだろこれ。一本出てこれ。4フレーム目いきます。
もう翔ちゃん今調子落としてるんで、僕はもうしっかり丁寧に取りに行くことだけを考えてる。YouTube 的にヒールとかでやらんよね、まあ、やらん俺翔ちゃんじゃないからやらん。俺堅実派 YouTuber だね。いやーやっぱ真ん中あったらダメだな。よし5本は取りたい。やっ、うわーやった、これはでかい。よっよっ、いいっすか、いいっすか。あ、なんか、待って、ちょっと待って、ライン出てない、これ。あ、マジだ。ハハ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 。いやー、しょうちゃんの裏側を見ましたよ。危ねー。行きます。Go。おお、いった。ああ、もうちょい。三本。いや、ここ大事。ここでどれだけ取れるか。行きます。これでかいぞ。ここでゴーとか取ったらでかいな。いやあ。よーし。ラスト5フレーム目。いやー2本か。1本かけずつに取りに。いや、ここはインステップだ。インステップいっちゃう。行こう行こう。いや、じゃあインステップ。よし、よーし。まあ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 、いいでしょう。今現時点では7ピン差です。7ピン差。翔ちゃん、ここで7ピン差以上取らないと敗退が決定してしまいます。さあ、ここで負けてしまうような男じゃありません。このレッドパー、これまで数々の修羅場をくぐってきました。今日もそれが見れることでしょう。お願いします。ドラマは最後に待っている。いきます。あんだけ真ん中ダメって言ったのに、ここで真ん中当てた。1本。さあ、残り6本、どうやって取るのか。これはいけるよ。なんかもう通りを通りを言ってるけど。いきます。うわ、これは、うわ、音結構いったんじゃない。結構いったんじゃない。じゃあ近くで見てみましょう。はい、記録は結構いってんね。待て、この一本この一本は違う。今お前が蹴って倒した。おっと、沖縄風に数えて。1タッチ、ミンチ、ユーチということは記録4本。はい、最後、はい、父ちゃん意地の4本倒しました。だがしかし、合計僕14本、翔ちゃん11本。おということは3ピン差で俺の勝ちです。久しぶりに勝った対決企画、嬉しい。マジか、昼飯や。今日頑張って用意したのにな。はい、というわけでもう今回は僕負けてしまったんで、昼飯を誇りたいと。久しぶりに勝った思います。昼飯何食おうかな。はい、この動画が面白い、役に立ったと思っていただき、ぜひよろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方は、今後もメガティドリブルスクの YouTube チャンネルでは、このようなサッカー系の面白い動画や面白いサッカー動画をどんどん配信していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録のお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 いったさあ、今日の昼飯はこちらを用意しました。カーネルサンダース。これどうやって食うんですか。どうですか。おごられたケンタッキーは、おごられたケンタッキー最高っすね。もう今までおごりっぱなしだったんで、おごられることがこんな気持ちいいことなんで、改めて実感しました。いきます。
グッピになります。買いに行ったね。うまっ。また対決待ってます。レガテオンラインドリブル塾。ドリブルがサッカーをもっと面白くする。ドリブルでサッカーがもっと好きになる。